的電気。はい、全国のユースケ的電気さん、皆さんこんにちは。ということで今日はじゃゲーム機の話パッパラーよー。はい、ということでいよいよもうね12月に入りました。本日もユースケ的電気よろしくお願いいたします。ということで今日はじゃここにプレイステーションミニゲームの話。このプレイステーションミニというのがね、こう12月3日に発売されました。プレイステーション、ニンテンドーがね、スーパーファミコンが64出る頃ですか。違ったっけ？そのなんかこうドンとこうプレイステーションが出たんですよ。もうプレイステーションというのはもともとニンテンドーの、下につく、まあディスクシステムみたいな感じやったらしいんですよ。まあまあそういう経緯もありましてですね。なんかに下につくシステム。なる予定やったのが、やっぱり任天堂さんがやめたってなって、ソニーさんチュブラリになってこのままプレイステーションで発売したというのがもう今やもうね、もう家庭用なんていうんですか、ゲーム機の定番プレイステーション4ですよ今はね。次5が出ようかなんて言ってる伝説の一機目と作品でございます。その中のミニですから、その中のいろんな種類がね20作品が入ってます。はい、ということで、裏面ね、こう見てもらったら分かりますかね。裏面こんな感じでございます。20作品が入っております。はい、嬉しいですね。オープンしたいと思います。オープン。まあみんなまあ雑い時は雑いってこう見てるし、まあなんかこうね、ちゃんとやってるんだ、ちゃんとやってるなっていうのが伝わるし、まあね、そういうのはね、まあ皆さんなかなか、まあまあ僕は楽しくそれを見てますよっていうことで、こんなちっちゃいです可愛いね。これね、何が可愛いってやっぱりこう思い出が小さくなる。日本人って小さいものが好きなんですよ。だってなんか言ってました、日本人は小さいものが好きだから。金とかもね、やっぱあの納豆とかああいうのも金を、ヤクルトとかもそうだよ、こう金とかをこう育ててるとかいうのもやっぱり好きなんだよって、そう言ってました。日本人は確かに小さいものが好きですよね。はい、ということで、はい、ということでこういう風になりました。こうだけ見るとすごいプレイステーションでなるけど、プレイステーション今ないんで、ないんで分かんないんですけど、大きさは多分何分の1ぐらいかな、5分の1ぐらいの大きさになってんのかな。でオープンは開けたら本当はここがパカッて開きました。ここはね、今押してもダメです。これは電源なんで、あと電源とリセットボタンで、前にコントローラージャックと裏に、HDMI の端子と、それから電源の USBなんでこの、ええかげん、ちょっとさ、USB-C とかさ、もう出たんだから統一しませんか？やっぱ高いんかな、USB-C のジャックって。まだなかなかなんないでしょ、USB-C に。もうだからまだやっぱりこう、でもソニーさんの携帯とか新しいものは大体 USB-C なんでしょう、お尻が。でも、まだこういうのね、マイクロ USB なんで、なかなかね、統一できないんですよね。で、コントローラー、あ、懐かしいですね、これコントローラー。コントローラー、今はプレステ4はね、もう、線が無線なんでね、もう線がないのに、もう今はこれ、もう、あ、でもこんなやったわ、シンプルな。これだけ、もうこれだけ、ようやったな、これ。コントローラー2つです。まあ、HDMI と、USB の端子があるんで、どこでもいけます。コントローラーでもね、ファミコンミニはコントローラーも、これよくスーパーファミコンミニもね、言わしてもうたんですけど、ファミコンミニはコントローラーもちっちゃかったんですよ。で、あれがあれでいいんですよ、本来。こんなね、フルのコントローラーで、フルでゲームやりたいわけじゃない。だって、プレステ4は僕ちょっとね、今、わかんないんですけど、プレステ3までは、プレステ1のゲームはできましたからね、2はできないんですよね。プレステ2のゲームはできないんですよ。でも、プレステ3は、中には、プレステ1のディスクが入ったはずなんですよ。だからプレステ1のゲームも何種類か家にまだあるんですけどね。で、なんといってもこのプレステ1はアーカイブスが出てるんで、ここのゲームも割とまだあるんじゃなかろうかというぐらいのレベルなんですよ。開封だけの。あとはまあコントローラーもう1個。ほんで、ね、コントローラーもう1個ついてるんです。コントローラーもう1個ついてて、で、USB の線と、HDMI の線でも、まあこれ別にまあその辺にいっぱい転がってるんで、まあ中入れて置いとこうかな。この中でね、先ほど出たここのこのね、画面の中で何のゲームが好きかな、皆さん何が好きですか。一応ね、僕ね、グラディウス、サイ、サガフロンティア、メタルギア、あ、メタルギアのね、鉄拳3、刀神殿、あ、刀神殿もやったことあるな。ペルソナ1ですよ。あ、パラサイトイブもやったな。これまあ一応ね、ミスタードリラー、これはやったことないかな。アーマードコア、ね、
リッチレーサー4。はい、なかなかやったこと。パラッパラッパーとか入れてほしかった。あの番じゃないのかな。ねえ、まあまあそれ言い出したらこのゲームも入れてほしかったのに、あのゲームも入れてほしかったのになっていうのはいっぱいあるんですけど、まあまあ割とアーカイブスであったりするんで、まあその辺はいいかなと思いながら、まあ当時もこんな箱やったんかな、あの普通の本体も。だからその辺はちょっとあれですけど、まあちょっとでもいいじゃないですか、可愛いじゃないですかね。これでここ追加のゲームとかね、 USB とかこういうところ挿してね、追加のゲームとか入れてたらいいのにね。追加のゲームだけ販売とか、そんなんやるとなんかもっと楽しめるんじゃないかなとか思うのは僕だけでしょうか。だからまあこれで、セガサターンミニとかドリームキャストミニも、出てほしいなと。結構あの当時セガのゲーム好きやったんで、で今度またあのジャッジアイズですか、木村拓哉のゲーム出ますけどね、ああいうんじゃなくてなんかこうちょっと古いちょっとセガのゲームしたいなと思う、今日思います。ということで、プレイステーションですよが、手のひらよということで開封して、ちょっとまあ懐かしいゲームで、ちょっとこういうコントローラーとこういうものを持ってちょっとゲームしてみたいなと思います。ありがとうございました。はい、ということでまたね、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。はい、ゆうすけ的天気はチャンネル登録コメント高評価どんどん募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、メブロ、フェイスブック、ツイキャス全て含めてゆうすけ的天気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。